はい、どうもダラリンでございます。今48分でちょっと早いんですけど、とりあえず1匹釣ろっかなとか思って10分前ぐらいから始めたんですけど、なんかね大物更新しちゃいましたんで、もう今から12分ぐらいになるんかな、取っていきたいと思います。これ入賞できるかも。あ、すごいんじゃないの、めっちゃでかいんじゃないの、めっちゃでかいんじゃないのねえ。あ、このトゥデイベストにも入ってるし、これ結構すごいんじゃないの。あ、釣ってるとこちゃんと撮りたかったな。まさか、まあまだでも入賞はできそうよね。はい、っていう風な感じの始まりです、今日は。あーなー、ちゃんと撮っとけばよかった。うん、今日はサバヒ釣り大会で、場所は、カリブ河口で、トリプル S の初期ダメージが3410で、水晶餌はクランクで、そう、コマセはなんかいろいろやってたんですけど、あ、今 S3 つ巻いた状態でその大物が来ましたね。はい、ん、何の音か今の、あ、見てなかった、ラインの音じゃないよな、スパイクかな、何の通知の音まあいいか。そうそう、そんな感じでね、ちょっとびっくりしましたよ。え、これ1位やったらすごいかもな。これ本当にもうみんなちょっと僕に譲ってくれませんか。はい、まあそんなわけで今日は、うん、これが他の人に抜かれないことを待つばかり。あ、わかった、チャットワークや、チャットワーク閉じとこう。うん、はい、いやーすごいなー。そうそう、ほんでね、あと、どんぐらいや、まだそんな大して2、3匹釣ったぐらいなんですけどね、もうあくまで感覚ですよ、あくまで感覚なんですけど、このサバヒはなんか真ん中より右側の波紋の方がトリプル S 来やすい気がしました、なんとなく。なんかね、最初なんか最初の1匹釣るまではなんかどっちかっていうとこの左の方の波紋ばっか投げてて、で本当になんかなかなか釣れなかったんですよ、トリプル S が。でこの右側に中心に投げ出してからポンポンって釣れて、でそのさっきのその動画の始まりの自己記録が、なんて言うんでしょう、釣れたんで、もしかするとサバヒは右波紋に大物がいるのかもしれないですよ。はい、そう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 、そんな感じでね。あ、2位に落ちてる、じゃあ誰かに抜かれたか。はあ、1位になりたかったな。でも入賞は大丈夫よね、 3m 超えてるし。うん、そうそう、そんな感じですよ。いやー、2回目の入賞か。今動画何個上げたかな、多分40回目ぐらいですよ。だから20回に1回ぐらいの感じかな、僕の入賞ペースは。うん、とか言ってね、なんか入賞したつもりで釣ってますけど、これ入賞してなかったら大変ですけどね。いや本当に譲ってほしいわ。競合の皆さんも本当にもう今すぐスマホの電源切ってほしいね。これダブル S かな。よし、じゃあ、そう、今日はね、そうなんですよ、あの10分録画するときトリプル S 巻こうって思ってたんですよ。じゃあその S3 つででかいの来たんでね、あの忘れてましたけど、はい、トリプル S に変えました。はい、どうかな、これを超える大物来たらすごいけどね。まああんまり欲張らないようにまったり釣りましょうか。はいはい、そう、まさかをこんなでかいの来ると思ってなかったんでね、今日何話そうと思ってたんやったかな。全くぶっ飛びましたね。いやーでもよかった、でかいの来て。そっか、しかも今日はちょっと早めからだから撮り始めたから時間も長くなるんですな。
なんか今日の動画、今日アップした動画にもうコメントいただいてたんですけども、どうなんでしょうね。なんかこう早送りしてトリプルエースばっか釣る動画の方がいいのか、こうやってなんかぶつくさぶつくさしおしゃべりしながら釣るのがいいのか、どうなんでしょうね動画的には。僕はどっちかっていうとこうやってダラダラ喋りながらの動画の方がいいんですけど、あの僕個人としてはね、で僕もなんか実況の動画とか見るときはあんまり淡々とプレイしてる人の動画よりもなんかこういろいろ喋りながらやってる人の方がまあ見るのは好きなんでね。ただそうなんですよね、僕の動画見てくれてる方がどっちが好きかなんですよね。ひたすら何センチの大物をどんな風に狙ってるのかみたいな見方する人は多分早送りしてトリプルエースばっか釣る方がいいんでしょうけど、まあなんと言いますか、こうラジオ代わりのと言いますか、なんか帰りの仕事帰りの電車の中とかね、お家に帰ってからまあまったり見るっていう方だったらあんまりこう早送りのカットは入れないで、こんな風な動画の方がなんて言うんでしょう、こういい暇つぶしにしていただけるんじゃないかなとは思うんですけどね。これ2匹釣ったからキロ、トリプルエースあんまりか、どうしよっかな。これか。あ、そう、あともう一つ、そう、あ、思い出した。実は、ギルド戦なんですけど、今回、久々にね、フィッシュペーパーってね、国内ギルドとね、当たってね、はい、この後またやろう、ギルド戦参加しないといけないんですけどね、やっぱ日本人同士は楽しいですよね。はい、またブログの記事書くかどうかは分かんないですけど、はい、これもしフィッシュペーパーの皆さんご覧になってたら、はい、ぜひぜひ今回もよろしくお願いします。いい勝負確かしてたような気がするんですよね。はい、あと知ってる人もいっぱいいるし、もうさらに言うと、うちのギルドに一回いた方も相手のギルドにいますし、今うちのギルドで頑張ってくれてる方で今日の対戦相手のフィッシュペーパーさんのところでおられたっていう人もいるしね、なかなかこうゆかりのある、はい、ギルド戦なんでね、これはすごく楽しみにしてるんですよ。はあ、忘れないようにちゃんと参加しないとね。ほいほいと、ギルド戦の動画もアップしたいんですけどね、これアップはギルドメンバーに反対されそうなんですってちょっとあれなんですけど、ギルド募集しといてギルドの動画じゃないっていうのはね、なんかいかがなものかなとか思ったりもしてるんですけどね、どうそのあたりがメンバーの皆さんに許してもらえるかどうかなんですけど、はい、あと4分ですね。どっかな。まあでも、入賞は大丈夫でしょう。3メーターがっつり超えてたしね。お願いしますよ、ほんと。これで、こんだけなんかね、偉そうに大丈夫でしょうって言って11位とかでもうギリで入賞してないとかね、なんかありそうで怖いんですよね。あ、ヘッドコバウンドですね。あ、でもトリプルエース釣れなくなったな。やっぱなんかあるんかな。おい、あー、なんか来なくなったぞ。コマスやっぱやめるか。あ、でもまあ残り3分やし、残り3分やし、次じゃあ普通のクランクとかにちょっと趣向を変えてみようと思います。なんかさすがにここでコマス変えるのはちょっともったいない気がするし、ほいほい、クランク普通のクランク、
真ん中にしよう。うん、あと何なんでしょうね、あのイベントのチョコレートのクランクってあんまり大きいの来ないんですかね。なんかあれにさっきもちょっと変えて何とかしたんですけど、なんか A とかヒットしたりとかして、なんかあんまりこうでっかいのが来るイメージがなくてすぐやめたんですけどね。この真ん中にすっか。あと何分、58分30秒か、1分半、あー初期ダメ見れなかったよ。するか、はい、バットマンどうかな、おいおい、2450は夏ひらめだね。はい、残り1分切りましたね。59分です今。もう1匹釣りたいけどな、あんまり端っこすぎると届かないよね。そうよね、あグッ、あまあいいか、ほい。さて残り30秒、ダブルエースしか来ないな。コマセ変えるべきじゃなかったか、せっかくでかいの来たし。あかん、もうこれ多分ラストチャンス。あでも投げ方はいい感じやけど、多分10秒じゃこれ釣れない気がする。あっ、夏ヒラメのトリックレースじゃないかな。うん、今9時になりましたね。さて僕は2、最後見た時2位やったからね、まあおそらく入賞はしてると思うんですけどね、できれば1位で行きたかったな。はい、皆さんお疲れ様でしたね。また1分間のフリートークですね。ギルドメンバー募集中です。で昨日かなりなんて言うんでしょう、詳しくお話ししたんですけども、まあ年代が近くて LINE ができてギルド戦極力毎回参加していただけるような方だったら、うん、楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今で50秒、あと10秒ぐらいか。うん、どうかな、2位でも嬉しいけどな。はい、今9時1分なんで見ていきましょうか。さてさてどうですか、どうですか。いやー、しまったな、もうちょい早く取り始めるかなんかすればよかったな。うん、はい、じゃあ見てみましょうか。お願いしますよ本当。はい、お、あ、え、1位でいいの、やった、お、やった。え、さっきなんか2位って出てたのは何だったんでしょうか。おお、素晴らしい。はい、1位僕ですね。ダラに 324.7cm、 結構でかかったんですねこれ。はい、まあ釣ってるとこ入ってないんですけど。はい、で2位は小梅ちゃんですね。319.1cm、 おめでとうございます。で3位の方が羽クラブさんで 318.1cm、 おめでとうございます。で4位の方がサプテさんかな、 312.8cm、 おめでとうございます。で5位の方がスニールズさん 312.0cm、 おめでとうございます。6位の方がポールマンさん 300.1cm、 おめでとうございます。で7位の方がハッチッチさんで 295.9cm、 おめでとうございます。で8位の方がバーニーバスさんかな、 290.2cm、 おめでとうございます。で9位の方が AC28 さん289.8cm、 おめでとうございます。で10位の方がチャーリーボーズさんで 288.5cm、 おめでとうございます。いやー1位か、これは嬉しいな。はい、何回アップしたかちゃんと詳しく見よっかな。今日上げたんが第41回やから42回目にして優勝できましたね。しかも結構でかいんじゃないですかこれ。うん、いやーよかったよかった、やっと動画を上げてるなんか意味が出てきましたね。はい、
じゃあ引き続きギルドメンバー募集しておりますので、また明日の動画でお会い、あ、そっか、明日の動画は上がる、あ、微妙か、今週また出張なんですよね。ですんで、動画休むかもしれませんし、なんかよくわからないバツナギ動画を上げるかもしれませんし、はい、明日のこの時間は新幹線かな。ちょっとね、そう、今週末はちょっとあれです、動画はお休みするかもしれません。はい、まあそんなわけでまた、はい、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。